今回はですね、近鉄南大阪線高橋駅から徒歩7分の場所にある激安賃貸アパートを紹介させていただきます。まあ、高橋駅っていうのはですね、阿部野から、松原市通ってですね、羽曳野市の中に入って羽曳野市の駅となっております。高橋駅ね。ほんでね、阿部野橋の駅からやったら11駅行ったところにありまして、ほんでここはですね、各駅停車しか止まらない駅なんですよね。だから、急行とかね、準急とかそういうのは止まらないわけなんですよ。で、それで11駅ですから、ですね。27分300円かかるんですよ。阿部野橋の駅まで。ほんでね、27分やったら結構時間かかるなって感じやないですか。阿部野橋の駅までね。まあでもね、これね、乗り換えをすればそうでもないんです。近くにね、松原市の主要駅である河内松原駅っていうところがありまして、そこまでね、各駅で行って、でそこからですね、急行に乗ったらですね、1回乗り継ぎすれば17分300円で、阿部野橋までね。で、阿部野橋、まあ、要は阿部野ハルカスのとこまで行くことができるので、それやったらね、機会やないですか。だから、交通の便が悪いというわけではないんですよ。ほんでね、しかもこれね、本数が多いです。電車の本数が各駅停車しか来ないんですけど、それでもですね、朝の7時からね、晩の8時、9時頃までやったら、だいたい10分おきぐらいに電車が来るので、ですね、交通がね、不便なんてことは全くありませんね。ほんで、これね、駅の、ですね、南口の方に出てきたわけなんですけど、こんな感じのところになっております。まあね、あんまりそんなね、めちゃくちゃ便利というわけではないですけどね、大きな歩道が整備されててですね、こんな街路樹も植えてて、結構ね、綺麗で落ち着いた雰囲気ですね。ちょっとね、ここにね、天楽とかいうね、町中華のお店がありまして、後でここに行きますけど、まあでもね、あの食べ物屋さんも、このね、駅前にはこの天楽っていう中華料理屋さんぐらいしか、目立ったものは何もなくてですね、だからね、あのガストみたいなファミレスとか王将とかね、吉野家とか中府とか、そういう牛丼のチェーン店もマクドナルドも何もないです。ほんまにあれと不動産屋とかね、コインランドリーとか学習塾とか、そういうなんかポンポンポンとあるだけの、ですね、簡素な感じの駅前になってますから、でね、別にそれが悪いというわけではなしに、ここはだからほんまに純然たるのんびりした雰囲気の住宅街っていう感じのところですね。だからもちろん治安もいいわけです。治安もね、結構いい地域になっておりまして、ほんでね、物件の方に向かっていっておりますけどですね、まああのね、駅前にはね、確かにね、お店はほとんどないんですけど、ただこのね、物件に向かう途中のね、ちょっとした商店街みたいなのがあるんですけど、そこにはですね、案外ね、飲み屋さんみたいなのがね、ポツ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 とね、結構な数あるわけなんですよ。それもね、チェーン店系の飲み屋さんじゃなくて、地元のおっちゃんがやってますよ、みたいな飲み屋さんなんですけど、だから、あれですよ。朝、会社帰りにね、お酒飲むのが楽しみやねんっていう、そういう人でも、全然飲むところがないというわけではないですから、その辺もね、嬉しいですよね。で、こんな風にですね、まあ、その飲み屋さん以外にもですね、お医者さんも結構ポツポツとありますし、クリーニング店もありますし、ほんでね、ここね、JA があって、農協があってですよ、セブンイレブンがあって、なんかここはですね、島村みたいな安い値段で服売ってる、ちょっとしたね、大きな店舗がありまして、他にはですね、早くスピード、このシーンはいらんから早くスピードアップしてくれ。まあ、このね、 JA の近所にはですね、見えますか、ミートセンターって書いてるんやったっけ、ミートセンターとかいうね、ですね、あの、なんやったっけ、ミートプラザか、ごめん、ミートセンターじゃない、ミートプラザっていう、食品スーパーがあります。これね、ミートプラザっていう名前やから肉屋さんかと思いますけど、別に肉屋さんというわけではなくてですね、まあお肉はね、やっぱり質のいい肉を揃えてるんですけど、それ以外にもね、いろんな商品揃えてる普通の食品スーパーです。でね、そのね、ミートプラザからね、歩いてすぐの場所にあるのが今回紹介するこの物件なわけなんですけどですね、まあ窓、目玉としてはやっぱりね、8畳の広さが
があります。8畳の広さがありまして、っていうか大事なこと言うてないですね。家賃2万3000円です。家賃2万3000円で8畳の広さがあるのなら、なかなかいいやないですか。ほんでね、もちろん風呂もトイレもですね、ユニットバス形式ですけど、ちゃんとありますし、ほんでね、こうやって収納もありますよ。ほんでね、窓も大きな感じじゃないですか。ベランダに出る窓がですね、これ引き戸方式、何やったっけね。払い出しか、払い出し方式っていう窓になるんですかね。だからね、ほんまにもうね、人間の背の高さ以上あるね、大きな窓がありますから、風通しもいいでしょう、悪くないでしょうし、日もね、入ってね、健康的じゃないですか。ほんでね、ベランダも小さいながらもありますよ。エアコンもね、結構真新しい感じのやつがありますよと。ここね、ですね、エアコンだけじゃなくてね、照明器具と、あとね、エアコンと照明器具っていうのはそこら辺のアパートでも初めからついてますけど、なぜかですね、小型の2ドアの、冷蔵庫もおまけにつけてあげますみたいなことも書かれてました。ほんでね、光ファイバーも来てますから高速インターネットもできますねというわけでして、どうですか、これでね、2万3000円です。私なんかさ一番大事なね、家賃情報を言い忘れてたかもしれないですけど、2万3000円でこの物件が借りられるというのなら全然悪くないでしょ。ですね、さっきも見ましたけど、ミートプラザっていう食品スーパーもすぐ近くにありますからね、お買い物にも便利ですし、でセブンイレブンも近くにあったじゃないですか。その辺も便利ですよね。ってなわけでして、駅前に戻ってきてですね、外食します。まあ、だからこの辺りに住んでたら弱点は外食でしょうね。もちろん飲み屋さんみたいなのもあるんですけど、普通のね、お酒飲まんと普通に食事だけしたいなっていうのやったら、あんまり店が多いというわけではないですね。というわけで、このお店、ですね、駅前には唯一ある、ですね、食品じゃないわ、ですね、食堂みたいな感じなんですけど、どうですか、なかなかゴージャスやないですか。これでね、1000円ほど転落セットってやつですかね、名物セットみたいなやつなんですけどですね、まあほんま町中華の味ですね。本格的な優しい、優しいって言うたら何でも優しい味言うたらええってもんじゃないですけど、ほんまにシンプルだからこそね、ですね、麺とかね、あのチャーシューの味が引き立つみたいな感じでね、これね、なかなか美味しかったですね。王将もいいですけど、こういう町中華もね、たまにはいいかなみたいな話でして、まあそれはともかくといたしましてですね、今回の物件ですね、家賃は2万3000円で、資金、礼金はゼロということなんですけど、ですね、それでもね、初期費用他にもかかるじゃないですか。アパート引っ越してきたらですね、例えばですね、不動産用に支払う仲介手数料っていうのを普通は払わなあかんでしょ。家賃の1ヶ月分か2ヶ月分か、そういう値段を。ところがですね、今回の物件はですね、どうやら、どうやらというかですね、そのね、ホームページ見たら、不動産屋さんは仲介手数料はいただきませんって書いてましたわ。だからその辺でちょっとお得やないですか。あとはですね、だから初期に支払わなあかん他のやつとしてはですね、火災保険ですね。火災保険はまあいくらとは書かれていませんでしたけど、だいたい1年でね、5、6000円ですか。だいたい1年で5、6000円。まあ私は1万円払ってますわ。火災保険1年でね。火災保険のお金と、あとはですね、保証人をつけてくれって言ってますから、保証人ね、これ自分でちゃんとね、親かなんかに頼んでするのもありですけど、今は大抵の人がですね、保証人代行会社に頼むやないですか。代行会社に頼んだら大体、まあ、高くても2万円ぐらいですね。つまりね、ですね、そうやな、その、何でしたっけ、火災保険とね、保証人代行と合わせて、まあ、3万円を見とけば余裕があるでしょうね。3万円で、あとはですね、こういう物件は多分ね、ですね、契約の時ね、最初の1ヶ月の家賃を先に払っといてくださいって言われるでしょうから、そう考えれば、これ2万3000円と考えれば、だいたい5万円もあれば、今回の物件初期費用で足りると思うんですよ。まあ、他ね、普通は鍵の付け替え代とかね、クリーニング代とかも払えとか書いてるところもあるんですけど、ここに関してはそういうことは書いてなかったから、まあ、いらんのかもしれないです。それははっきりとは言えないですけどね。まあ、そんなわけでしてね、この町ね、まあ、落ち着いたいい町ですよ。落ち着いたいい町でのんびり暮らすにはいいですし、ほんでね、刺激が欲しくなったら別に電車に乗って17分で阿部の橋まで遊びに行けるわけですし、それもいいやないですか。何せね、今ね、世の中ね、何でもかんでも値上げしてるやないですか。だから外に遊びに行きたいなって
っていう、もう外に遊びに行くのが好きな人だってね、四六時中外に遊びに行ってたらお金なくなってしまいますよ。だからもうある程度はセーブしてね、家の中でパソコンするなりね、テレビ見るなりゲームするなりね、のんびりせなあかん時間もやっぱ増えてくると思いますよ。こんだけ何でも物価が上がったらね、そういう時にですね、私がね普段紹介してるような都会の激安賃貸やったら、下手すりゃね4畳半の広さの部屋とかがあるやないですか。で4畳半の部屋に長い時間ね、部屋でまったりゆっくりしなさいって言っても無茶な話じゃないですか。そんな狭いところでじーっと閉じ込められてたら人間イライラしてねわーってなってまうやないですか。でもね、今回の物件みたいにね8畳の広さがあれば話は全然別ですよね。こんだけ広かったらですね、余裕で長時間ねのんびり過ごすことができますし、まあ、そんなわけでしてね、都会でねガチャガチャするのもいいけど、生活する場はねのんびり落ち着いた住宅街に住みたいよ、でもアベノバシにもすぐ出たいよねみたいな人にとってはですね、今回の物件ねなかなかいい感じの物件やと思うんですけど、いかがでしょうか。まあ、そんなとこですね。ほんじゃまた。